ということで須賀川着きましたね。私今日最初須賀川からね、これ、留萌本線で留萌に向かったんですけども、その時と同じぐらい乗っていて、タクシーが15人ぐらい、すごいな。はい、なんだな、ちょっと、撮影する人結構いましたけどもね、まあなんか私はもっと空いてる方がやっぱ好きだ。はい、ということで、とりあえず、改札出て、これから深川で街歩きですね。はい、もう今、跨線橋渡ってきましたけども、すぐライラックが来るんですね。そして乗る人いっぱい。今7時過ぎですけども、前回の道東、道北遠征とかでは、このぐらいの時間はまだ普通に明るかったんでね、こういう街歩きはもう全然しなかったんですけどもね、そう、北海道のこの夜の、郊外でやってるか、ちょっと、山でもないけども、田舎道に近いようなね、はい。スリルがあるのは嫌いではないかな。そう、夜歩くって言っても札幌とかだったんだ、これまではね。はい、北海道以外を含めると、今年に入ってからか、なんだっけ、長野県の、あそこは中野でいいのかな。長野電鉄沿いのね、ゲーセンとかに、夜行ってというようなことがありましたけども、それ以来かな。あとは去年の後半だと甲府ではないな、あれも山梨県内のね、甲府のちょっと手前や向こう側か、なんかそのあたりでこんなことがあった気がする。はい、なんか喋ってた方が落ち着くんだよな。その実際の動画ではこの辺バッサリカットされてるかもしれないですけどもね。そう、深川はちょっとねどうでもいいんだけども、若干滞在時間が長いんで、普通にまとめるとね30分ぐらいになりそうで、かといって前後編するぐらいのあれでもないんでね、どうでもいいな本当に。とりあえずこの道をまっすぐで左手にね、でボーリング場がどっかで唐突に現れると思うんだ。はい、来ましたね。1両このラベンダー塗装なんかな、これが1号ね。FIFA150 乗ってる人は、でもいるか。はい。そう、FIFA150 の5番でいいのかな、これが。こちらですね。ちなみに伊佐利美鉄道はね、明日私朝木古内までに行くつもりなんで、わざわざここで撮るということは別にしなくてもいいんですけどもね。伊佐利美鉄道、これをキハ40でいいんですよね。完全になんか塗装が、でもそこにキハ40の1段っていうことがありますね。The next stop is...
い、月が見えてますね。そしてこちら結構長い浜で降りる人いるな。ああそう、やっぱこの辺はね、まだその私もゲーセンに行くということで、まあ、都市部で、そう、まあ結構もう半分ぐらい降りてんじゃないかっていうぐらいですね。まあ、これも甘味噌行きで、まあ、甘味噌自体がまあ結構近いんですけどもね、5駅ぐらいなんかな。満潮列石です。江戸時代に噴火した駒ヶ岳の火山灰に厚く覆われていたため、遺跡全体が良好な状態で保存されていました。干潮列石とは大型の石杖を円形に並べたもので、祭りや祈りの場所と考えられています。この遺跡の干潮列石は直径が37メートルほどの円形で、現在のところ北海道最大規模のものとなっています。干潮列石のある大地からは駒ヶ岳を望むことができ、自然に対する考え方や信仰がうかがえる遺跡です。なお、この干潮列石は高速道路の工事中に発見されたため、当初はオープンカット工法で遺跡は壊されるはずでしたが、地域の宝として保存したいという地元の熱意により、急遽トンネル工法に変更して遺跡を残したという経緯があります。詳細については北海道庁のホームページをご覧ください。ニセコに停まります。降り口は左側2番線の到着です。ここニセコ町は北にニセコ連峰、東に羊蹄山、西に本部岳と山に囲まれた町でございます。ニセコ連峰は火山性の山々で、標高1308メートルのニセコアンヌプリをはじめ、岩尾ヌプリ、ニトヌプリ、シテヌプリなどの山々で連なっております。また全国有数のリゾート地で、道内でもトップクラスの積雪量とパウダースノーと言われ、最高の雪質を誇ることから、ウィンタースポーツの一大拠点として毎年海外を含め多くの観光客が訪れております。なお、ニセコという駅名はJR で初めてカタカナのみで表記された駅名でもございます。お降りのお客様は車内にお忘れ物、落とし物なさいませんよう、また足元にご注意の上お降りください。ニセコ駅では6分少々停車いたします。発車時刻は17時13分。発車時刻は17時13分です。ニセコの次はクッチャンに停まります。